あの骨のところに置いていく。まず相手は基本の基本攻撃を受けてます。それを防御します。避け方にこの棒の使い方って一緒です。ドン、ここだけやったらパッ跳ね返る。頭を守るためにドンで、ターン、タ棒を打つことで棒の威力を弱めるわけです、ね、それですぐ手も打つで、攻撃、ギター、サイドステップで、インサイドリフレクション&オープンで、打つ。これ1個目。2個目がですね、はい、タ、一緒で、ワン、ツーっていう速さですけど、パン、パン、トン。3つ目、うん、同じインサイドリフレクションになっちゃう。で、さっきやった本読み方みたいな感じで、で、こっち。もう一回3つ目。パン、タン、パン。1個目からいきます。止め方は全部これ。頭より左に向くにして、トーン、うん、パン、パン。2個目、トーン、うん、パン。3つ目、トーン、うん、パン。これ何してるかというと、お願いします。攻撃全部この持ち方。